ホットウェブ始めました。司会の山本昇です。今日はゲストにですね、ザ・ペギーさんをお迎えします。3人組のガールズバンドなんですけども、中学時代からの同級生ということも長い歴史があるバンドなんですけどね、まあ、メジャーデビューして4年目ぐらいなんですけどね、今日は初めての番組出る方が2人いらっしゃいますんで、そちらも要チェックということでよろしくお願いします。要注目ですね。それではいきましょう、ホットウェブスタート。ホットウェーブをご覧の皆さん、こんばんは、森口博子です。おかげさまで今年デビュー35周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。いつもブレることなく揺るぎない思いで応援してくださっているファンの皆さん、そして私が知らないところでも支えてくださっている熱いスタッフの皆さんのおかげです。そんな森口博子、9月16日にガンダムソングカバーズ2をリリースいたします。ありがたいことに前作がオリコンウィークリー3位にランクインして、日本レコード大賞企画賞を受賞いたしまして、インターバル記録、オリコンベスト10入りインターバル記録、日本の女性アーティスト1位もいただきました。もうこれはですね、みんなといろんなことを一緒に乗り越えて積み重ねてくる中で、夢には締め切りがないんだと感じたカバーアルバムでした。続編をっていう声が SNS でたくさん届きました。私毎日エゴサしてます。もう常にマスク、ブラジャー、エゴサで10万票を超える投票の中から上位ベスト10をカバー&セルフカバーさせていただきました。ガンダムを知らない方にもぜひ聴いていただきたいです。壮大で哲学的で美しい曲もあれば力強い曲もあります。私の91年のオリジナル機動戦士ガンダムフォーミュラー91イメージソング、君を見つめて The Time I'm Missing You with 本田雅人、元 T スクエアの本田雅人さんのサックスがですね、めちゃめちゃクールで、そしてパッションあふれていて、もうどっちも共存してるんです。もうかっこいいです。そしてこの楽曲途中で落ちサビがあるんですけど、91年の20代の私の歌声と現在の50ほにゃらら歳の歌声を重ねまして、過去と未来のコラボレーションが実現できました。私アルバムのレコーディングの時にその部分を聞いてちょっとねうるっときたんですけど、あ、こんなに長く歌わせていただけてるんだ、みんなとの歴史をこう歩んできたね証がそこに輝いております。このミュージックビデオ森口博子の公式 YouTube チャンネルでもアップしておりますので、ぜひご登録よろしくお願いします。そしてこのアルバムを買ってくださった方全ての方が見れちゃうというプレミアムトーク&ライブの視聴券も特典としてついております。ゲストはアムロレイの声優さんでおなじみの古谷徹さんをお招きしております。詳しくはホームページを見てください。以上、森口博子でした。それでは本日のゲストをご紹介しましょう。ザ・ペギンさんです。はい、ザ・ペギーズのギターボーカル担当北澤優穂です。はい、ベース担当の石渡真希子です。うん、ドラム担当の大貫美久です。よろしくお願いします。お願いします。大貫さん、何が楽しいんですか？今この瞬間は全てが楽しいですありがとうございます。こういう方でございます。はい、ペギーズとして出演はですね、これ1年半ぶりでございます。去年の2月アルバムね、ファーストアルバムの、はい、ヘル・ライク・ヘブンの時に北澤さんだけ来てくれたんですけども、リズム隊のお二人が初登場ということで、はい、ついに来たなというか、ね、ずっとうちのドラムが気になるっておっしゃってたじゃないですかあの情報がどんどん入ってくるから北澤さんからすごいもうパーティーピープルがおるという、わ実際ライブ見に行っても笑顔でね歌えてるとか、なんかやっとねこうやってお話できて私まで嬉しいです。あ、ほんまですか。じゃあ今日は思う存分インタビューさせていただけるはい、もちろん石渡さんもいただきます。去年ね、ヘルライクヘブンアルバム出されてツアードーンと前半回ったんですよね。はいはい、で僕6月のマイナビブリッツ赤坂、はい、ちょっとお邪魔させてもらったんですけども、あのライブを久々にピギーさん見たんかな。あの時のライブがねすごいこのええ感じやったんですよね。ありがとうございます。もう1曲目始まった瞬間からもうドラムええよと、いちいち上げるのよカメラさんもちょっとどうしようかなとか思うから、ね、でも非常になんかライブ
なんやろな、同期サウンドとかいろいろ鳴らすんですけど、それともうまいことになってるし、ライブの進行も途中にしっとりドンがあったりとか、うん、非常に見ててね、ええ感じのライブだった。なんかどうですか、うん、北さん自身の進化バンドのライブええ感じやなとか。いや、ペギーズがもともと本当にいろんなタイプの曲を持ってるバンドなので、うんうん、なんか2時間ライブやってもあんまり退屈にならない、やってる私たちもすごいずっと心がワクワクした状態で、次こういう曲だとか、次のブロックそれこそしっとりゾーンだとか、やってる側もワクワクずっとできるし、あとはそのヘルライクヘブンで結構みんなが歌える曲、そのお客さんと一緒にシンガロングする、はい、大手る、はい、あの曲が増えたから、はい、なんか結構お客さん自身もなんかただ見るんじゃなくて、はい、自分たちも出演者の一人としてペギーズのライブ楽しむんだっていう気持ちで来てくれるようになったなって。お客さん、まあ、言い方あれですけど成長というか、うんうん、進化というか。で今年入ってはライブは2月のなんかイベントライブが最後だったみたいな。そうですね、仙台で一本ライブをやって、うん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 、で今から自分たちのツアーをもう始まるぞっていうタイミングで、うん、まあ、こういう状況になったので、あら、まあ、まあ、でもギリギリなんか今年1本できただけでもラッキーだったな、考え方やけどね、うん、あ、そうなんね、うん、それあったんですけども、初のこれ、無観客ライブを6月6日にやられました、はい、リキッドルームで、うん、はい、これそもそもが、そう、そもそもその飛んじゃったツアーのファイナルが6月6日、うん、リキッドルームだったので、うん、まあ、その日にその場所でライブ映像を収録して、まあ、後日配信っていう、あ、生配信やるで後日配信、はい、まあ、どうですかやってみて、大木さんとか久々のライブだったと思うんですけど、もうライブ自体が久々で噛んじゃった、うん、めっちゃ緊張しちゃって、でもすごい楽しかったです。30分くらいしかやんなかったんですけど、もう本当にあっという間に終わって、すごい久々に3人で大きい音鳴らせたのが最高でした。イエーイ。じゃあほんまに、いや笑ってるけど、もうやんないんで。いや昔から癖なんで。嘘、あげるの癖なんですか、うん、その嬉しい時とかに限らずなんですけど。どういうこと、なんだろう、わかんないわかんないとか、わかんないとか言うじゃん。しんどいわ。あ、初めて見たのは3人中学時代から同級生でも長い歴史があるんでね、うん、もう11、2年ぐらいですか、だいぶ、あ、もう12年ぐらいですね。12年ぐらいね、だいぶ収まってるよ、ね、収まってる、少々収まってる、腕の上がりは収まってる方です。前はどんなマックスどんな感じ、うわー、ほんとにそう、両スティック両手に持ってね、やべ。いや、こっちは一応どうですか、ライブはその6月6日のリキッド。あ、もうやっぱり私はとにかく緊張したんですけど、初めての試みだったし、うん、なんかしばらくライブもできてないから、うん、みんなに絶対楽しんでほしいっていう思いもあったんで、はい、結構なんか背負うものみたいなのも大きくて結構緊張しちゃったんですけど、うんうん、まあ、さっきミクが言ってた通りライブが始まったらもう本当に楽しくてあっという間でした。30分間。あ、さあ、そんなザ・ペギーさん、5枚目のシングルが8月26日発売になりました。タイトル教えてください。はい、センチメートルです。センチメートル、これアニメのオープニング曲、グです、書き下ろした。はい、やっぱりアニメもだいぶ意識とかもそれに直結というか、うん、なんか前回この君のせいという楽曲で、はい、なんかすごいアニメファンの方々にすごい受け入れてもらった感覚があったので、なんか今回は本当に安心感を持って原作を読みながら、なんか自然な表現で書ければいいなって思いながら作品に寄り添って楽曲制作しました。その歌詞的にはその寄り添い方はどんな感じのセンチメートル？なんか実際こう読んでてすごい共感するっていうよりは、主人公の男の子の友達になった気分で、なんかすごい応援したくなってた、ずっと、はいはい、頑張れ頑張れ、もう今告白しないでいつすんだよみたいな感じでずっと読んでたんで、なんかまあ、彼、その主人公の彼を、うん、まあ、曲中の主人公僕っていう第一人称にもしたいなと思ったんですけど、うん、まあ、この時こう考えてたのかなとかっていうのを、うん、なんか友達目線で考えて、なるほど、そうなんですね。でもほんまこの、なんて言いますか、アニメ主題歌もドア玉から速攻戦になるというか、うん、ドーンかね、ドラムか、なんですけど、そうなんです、これ聞いた方がいいです、これが何のことか分かります、聞いた方がドーンっていうか始まって、まあ、サビから始まるんですけど、はい、でもほんまあの最後のラストサビ入るとこ、うたたた、うたたた、うたんた、すごいですね、あれすごい、ドラムも楽しく叩いております。ね、まだベースという、ベースもサビとか主張がすごいなという、そうですね、もうダウンピッキングで疾走感が出るような
感じに弾きました、はい、でもほんま今回 そのサウンドいろんな音入ってないけどなんかまとまりのある音というか、うんうん、それすごい感じましたね。あすごいずっと意識してますね、うんうん、結構最初の段階から私たち同期とか、うんうん、バンド以外の音を入れることに対してそんなに抵抗がなかったので、うんうん、なんかどんどん入れるようになったら仲良くなっていったよね、うん、そういうバンドサウンド以外のものとも。このセンチメートルなんですけど MV、はい、なんか面白い感じ、あキュートな、キュートな、うんうん、えどうキュートなんですか小野木さん。あの色合いがもうすごい、ね、色使いが、で あと小道具とかもすごい可愛くて、はいはい、センチメートルのジャケットで黄色いメジャーがあるんですけど、はいはいはい、それをもう有効活用しまくってて、はい、こんな使い方あるんだっていう使い方をしてるんで、そうだね、うん、あそうなんね、うん、最後までね、最後まで本当に、うん、あそうなんですね、うん、わかりました。伊佐さんどうですか MV は何かあります？あの初めてグリーンバックの撮影をして一瞬だったんだけどね、すごい楽しかったです、うん、あ伊佐さんもそういうの楽しんでいただけるんですか？いや楽しかったですよすごいみんなでわーって言ってわーってやってたわーってやってたさあ今回新曲カップリングなんですけども2曲目に入ってるのは花火という、これねバラードなんですけどただのバラードやない仕上がりというか、そうですね、うん、なんかそれこそちょっと動機の音使いがちょっと個性的っていうか、うん、ただのミディアムバラードじゃないよね、うんうん、だし、まあ、今年今こういう状況でなんか花火大会とかも結構中止になってたりとかするじゃないですか、うんうんうん、だから花火っていうタイトルがより一層なんかちょっと切なさを増すかなみたいな、うん、でもこういう曲って歌のニュアンス難しいと思うんですけどいい塩梅ですね北田さん、 なんかそのサビ行ったら北沢ソングやったら俺ねこう張るんかなと思ったら、うん、あいい感じの、うんうんうん、私も張りたい気持ちはいっぱいだったんですけど、うん、そこをグッと今回は抑えてみて、うんうん、すごいなんか新しい挑戦で楽しかったです。いやいい感じ、それはそれで、うん、そして3曲目入ってるの君のせいライブバージョンでございます。これが去年の12月の蔦屋オーイーストのライブだという、うん、結構その北沢さんの曲紹介から入ってる。そうですね、うん、もう2曲目からこれ頭の方ですか。そうです、結構もうラストぐらいかなと、あら行くぞぐらいの実は、うん、でも私たち結構こう序盤にそれぐらい熱量を上げないとちょっとずっと緊張しちゃうタイプだから、うんうん、あ理由はそういうこと、まあ、でもそれもあります、うん、あなるほど、あとお客さんも、うんうん、ここでまさか2曲目で来るなんてみたいな、うんうん、あそうかすごいいい反応してくれるんですよみんな、 ね、それが見ててね、あいいですね、うん、やっぱりペギーさんといえば1曲の中では終盤の盛り上がりというか、うん、この曲にもやっぱ入ってて最後は転調すると転調しますね、あっこからのわっとこう来る感じありますね、あれめっちゃ高いよね声、めっちゃ高いから、あそうなんですか、カラオケで元気で歌えないですもん君のせい、私も下げますそう私も下げて歌います、はい、歌えない。お知らせいきたいと思うんですけども、今ライブはちょっとあれだからね、そうですね、うん、でもあのそれこそ6月6日に収録したライブ映像の配信とかも、うんうん、すごいいろんな人が見てくださって、うんうん、ぜひ続けたいなって思いは思いだけですけど、うんまあ、2回目やりたいなって思えば、うんうん、なんかすごいいろいろ、まあ、今できることを探り探りやってるんで、はいはいはい、ホームページ、SNS チェックしていただけたらと思います。あと LINE ライブとかも、ねうん、結構やってるんで、あ、LINE ライブ、うん、あ、そうなんですか、はい、3人で、どういう内容の、いやすごい毎回テーマ決めてメール募集して、うんうん、でそうすごいみんないっぱい送ってくれるからなんか相談とかなったりとか、そうあと友達についてのエピソードとか元彼元カノについてのエピソードを募集して、うん、みんなのメールを読んで3人でってなったりしてます。どういうこと今の、え、すごい尊い、そんな素敵な経験ができてるんだみたいな、ファンの子たちのプライベートの話を聞いてこっちがなんか勝手に友達になれたような気持ちになって、ねうん、すごい嬉しくなったりするんで見てください。カメラに向かってお願いします。はい、センチメートル本当に皆さんの心の温度をグッと上げれるような明るくて元気な楽曲になりました。ぜひ皆さんに聴いていただきたいです。まあ、今ちょっとライブとかはできないんですけども、まあ、もしねこの後できるようになったらライブにもぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本日ゲストザ・ペギーズさんでした。番組また来週です。さようなら。バイバイ。おにさんいけいけいけ
駆け抜けて。